桜坂46の松田里奈が、29日放送のテレビ東京系バラエティ番組、そこ曲がったら、桜坂、毎週日曜深夜0時35分に出演。松田が弟と弾き語りを行う映像が公開され、絶賛の声が相次いだ。松田里奈、高校時代の歌声を公開この日、幼少期からの自身の成長を振り返った松田。進行役を務めた森田光によって、松田が高校3年生の時に文化祭で弟と一緒に弾き語りで歌を披露したことが明かされ、当時の文化祭映像も公開。松田は驚いて、やだー、と両手で顔を押さえた。バル、映像では、高校体育館のステージらしき場所に椅子に腰掛けてギターを持つ松田の弟と、その横に松田が立っており、会場からは、ウィナー。頑張れよーと声援が、松田は、松田です。兄弟、です、と自己紹介して、ゆいの、ゆう、2011年、を熱唱。会場からの手拍子に合わせて堂々と高音なメロディーを歌い上げていた。映像を見ながら松田が、下手くそだよ、嫌だ、と照れると、森田は、うまいよと歌声を絶賛。スタジオで映像を見ていたメンバーたちも次第に高校生の松田の歌声に合わせて体をゆすり、すっかり聞き入った様子だった。バル、松田里奈のお宝映像に田村康乃も絶賛。映像が終わると田村康乃は、鳥肌。すごい、と拍手を送り、スタジオ全体からも大きな拍手が。松田はそれでも、恥ずかしいよ、と照れた表情に。さらに、高校生ながらも堂々とした歌いっぷりに驚きと称賛の声が上がると松田は、2曲フル、コーラス、で歌っちゃいました、と1曲でも驚きのところをまさかの2曲歌い切ったことを明かし、スタジオをさらに驚かせていた。